チャレンジ最終回。最終回は決定だ。最終回と言いましたけども、我が家の奴隷田中が今回はいけるから持ち帰り曲を撮影してくれ、呼びなさい、自信があるらしいんでいけるって言ってた。行けたことないのに行けるか感覚を掴んでるらしい。最近見始めた人のために説明しておくと、田中は、まあ、1年前、2年前ぐらいの童貞卒業企画っていうので出会った視聴者の、もともとそこからなぜかうちの屋敷しもべ妖精になって掃除とか料理とかをするようになって、女遊びのいろはをね教え込んでいろいろデートをさして失敗してみたいなのを繰り返して、2年ぐらい経ってね、会ってから生まれてきてからずっと童貞、29年童貞。そうそうそう。それじゃあ行ってみよう。今回のチャレンジャーはこいつだ。チャレンジャーどうしよう。今宵見せるで集大成、旧大典の結果じゃもう勘弁、童貞クルーにここで断言、 My name is ゴータナカゴッツァンです。あーい、女に愛されなかった男田中。そんな田中に本日の意気込みを聞いてみた。さやは出し切ります、すべて出し切ります。今日絶対童貞卒業します。戦略はそうなのか。戦略はもうとりあえず楽しませる、居酒屋で楽しませて最後腰食いで切ります。腰食いはですね、女の子がいたら腰をグッとグッと上げるんですよ。そうすると女の子はそこで何も言われなかったらもうホテルで誘っていいということだと。全国の童貞に一言お願いします。これ本当に言いたいんだけど、童貞でも努力すれば気持ち次第で卒業できるってことを俺が証明してみせます今日。だからマジで見ててほしいっす。頑張れ、頑張れよ田中。スタバとするの、どういうことですか。いや今日はエビオコ、ここでナンパしたこと。今日はナンパして次のデートが今日です。はい。おーおーおー、成長したな。その時2人いたんですよ、女性が2人組がいて、で僕と友達がいて、で横にいたんでちょっと話した。その子はエビちゃんのことを知ってる子で、このアンチルの服が分かったんですよ。そこで仲良くなって、あれ今度視聴者、視聴者です。あ、視聴者。はい、にわか視聴者っていう、あんまり分かってない、僕のことも分かってないし、エビさんっていう名前を知ってる人がある、友達がすごい好きっていう。ああ、その日はカメラも回ってなかったから、そっからすぐにホテルってことはしなかった。なるほど、そうと思えばできたわけだ。いやいやいや、そうなのは語弊があるんですけど、やっぱり僕はエビジャンプが頭に浮かんで、カメラの中で絶対に卒業しようって決めてるんで。すごいね、ユーチューバー魂。いけそうだなと思ったらすぐに行動するんですけど、今いけそうだなっていうのは実はこれ本当3人いるんですよ。もやりすぎ。どうだよな、今今日このデートがもし仮に本当にダメでもすぐに持ってこれますから。一応保険ある。今保険ちゃんと3人用意します。うわー、なんか、はい、今ちょっと弱気の姿勢見えた。いや大丈夫、いや大丈夫、先に言い訳。いや関係ない、いや大丈夫だよ。腰食いしないでね、絶対。あ、ダメなの腰食いは。よくダメ、ダメ。ゆとりモンスターズのやつが、腰食いで拒否なかった女は大体行きますって言ってたんですよ。違う、あのビジュアルが違うじゃん。そう、まず腰食いで拒否なかったら行ける、拒否られたら。そう、それは別に成功するための作戦ではない。あ、に、に、違いました。もう脱出国上。やばいやばいやばい。時間もないし、エンジンは今日はいいか。やりたいです。エンジンで気合い入れて行きます、突っ走ります。やるか、突っ走ります。よし、決めてこい田中。頑張れよ。ちょっと、涙出そうだこれ。いや、まだ早い。早い早い早い。エビスタンドー、ゴー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 。うおー、ナイスー、ナイス。頑張れ。おー、なんだね、気合入ったね。あ、走らなきゃお前。おー、今日頑張る。キモいってなるでしょ。すいませんでした。電話してますね。行ってるわ。行ってる行ってる。ちょっと見て見て見て。合流してます。合流してます。久々じゃん。なんでなんで敬語なの。あれ敬語でしたよね。タメ語で大丈夫ですよ。それでは追跡していきたいと思います。渡っておりますね。どうですか、どんな子ですか。小柄。なんかちょっとね、スカートが透けてるんですよね。何、あれエッチですね。エッチな子ですかね。あれ、これでも間に合わないですね。あれ間に合わない。巻かれた。でも桃太郎でしょう。そう、桃太郎って言ってたから。桃太郎ですか。ドキドキするね。田中の本日の戦場は桃太郎。桃太郎作るためにできたお店。コスパよし、雰囲気よし。連絡を待ちますか。はい、待機していく。家に帰ります。
たのね。俺は生。生ビール。好き？飲まし飲まないけど、でも一緒に合わせる。オッケー。いっぱいのだけ飲む。すいません。生二つ。久々にさ、あの日エビ横行ったの。めっちゃ新鮮だった。エビ横行ってもナンパしないもん。てかエビ横自体あんま行かないから。あれナンパだったな。あれナンパ。ずっと最初からあこの子可愛いなと思って。本当に？そう。そうだったな。でも一緒に飲みませんかって言えなくて恥ずかしくて。で、ね、これ辛いなと思ったから、あこれ揚げを揚げる名目で話そうと思って。で、言った。あ、そうだった。まだすごい自然だったね。ナンパだとは思わなかった。あ、ほんと？ゴリゴリナンパ。そうなんだね。調子と、いい感じ、楽しい、ということです。はい。俺さ、田中が酔っ払った時って、キモいと思うよね。あー。わかる？なんかすげえ調子に飲んだよ。うん、あ、調子乗るな、そうそう。あれか、今日俺、大丈夫よって。あ、そうそうそう。その感じを出さないように、抑えめに飲んだ方がいいんじゃないかな。なるほど。確かに。エスコートとかですね。ドリブルと一緒だから繊細なトッチが必要なんですよ。ラウィザボールしても意味ないんですよ。いじってね。俺もそう。C 社でも吸いますか。まあ吸います。イースモークに来てます。はい、なんと新店舗おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。私のなんか初対面は明るいキャラみたいな感じだった。なんて言うんだろう。天然バカ。天然バカって言ったでしょ。難しいな。コメディアンキャラみたいな。あーはいはい、まあ、コメディアンキャラではあるよ。本当に、まあ、プライベートは地味かもしんない。オンオフが結構あるバーとか行ってさ、一人で飲むときとかめっちゃ静か。一人でバー行くの？行く、シーシャバーみたいな。考え事めっちゃするときはなんか嫌なことがあったとか、ちょっとなんかつまずいてこれ進まないかなとか、家の中で言うと考えがさ浮かんでこないから、じゃあちょっと違うところで考えたいなって時は意外だった。めっちゃ。なんで？一人でバーとかいるキャラだと思う。行くもん。全然行くもん。いいじゃん、意外性みたいな。え？逆なんじゃん。いい意味で。あ、いい意味で。あ、あるか。いい意味で。どういう人のタイプ？目の前にいるかもしれないよね。目の前に？お前の前に。ふわっとしてる柔らかい感じの優しそうな感じが好きだから。全然話せなかったもん。俺が話した言葉これ辛すぎるから食べてみたいな。そうだね。そうだよね。うん、それぐらい好きってない。そうだよね。自分で決めてないよね。なになに、あ、なんか違う。俺見ました。気まずい。やばい。いや、え、男の子がいたやつ、うん、デート中だった、うん、おい、大丈夫か。いや、普通に大丈夫か。気まずい。 LINE が来たんや、うん、今、いたみたいな、うん、来て、あ、じゃあって降りてったら男といたってこと。あ、そうそう。どんなお気持ちですか。いや、別にそういう子だから。悲しかったら悲しいって言え。今日親知らずも抜いて。追い詰めようとしてた。焼き鳥でさ、何が好きなの。ボンジュー好き。おかしい、おかしい。ボンジュー頼むと変態らしいよ。うずら、ボンジュー好き。ボンジュー好き。めちゃくちゃ好き。誘導尋問に近かったけど。いや、らしいから。なんで。ボンジューって油がちょうどいいし、旨味があるから好き。あれ、歯応えがいいよね。プリプリしてんの。変態だわ。いただきます。暑いね。そう、暑いよね。え、下 T シャツ着てないの。 T シャツじゃない。 T シャツじゃない。脱げる。あー、じゃあいい。脱いじゃう。絶対暑い。なんか暑いってさ、より早くなっちゃうの。それ、いや、みんな脱いでるよ。あいつ今何なんだろうな。あれ下手になった。下手になった。それ気合ってねえから。女の子をホテルに誘うときって、はい、なんて言います。誘うときお酢に言います。ホテル行こうよ。なんか場面によりますけど。もうちょっと話そう。トラガ君から連絡がありました。頑張る、11時頃勝負かけるということです。飲み始めて2時間ってところですね。 あと20分、あと20分後に勝負かける。あいつの勝負かけるって何なの。腰食い。腰食いか。店の中でホテル誘わないよね。俺は誘わない。誘わないよな。いやだから言っといた方がいいんだ。まあ、多分ホテルは誘わないんじゃない。次は軽く飲もうよみたいな感じで通用して、うん、ああ、あいつね。うん、飲んでていい。いや私、女子力高いから、うん、やっちゃうんだよね。ありがとう。大丈夫大丈夫、これいるよね。
わらずに乗っけるよね、ここは。優しい。あなたの皿もらうけどね。いいよ、ありがとう。初めてこういう人。何が？こういう人初めて。いや、俺もうまく取れなかったらちょっと半々してたわ。初めてこういう人。ありがとう。いいいい。いただきます。いただきます。なんかさ、あのお姉さんだっけ、おかまば、うん、行ってみたいんだよね。好き俺。好きなんだ。行ったこと全然あるんだ。行ってもいいけど、やばいよ。その世界に耐えれるか分かんない。俺がいればいいけど。でも私とか言われるから。俺怒るから大丈夫。大丈夫大丈夫。ですよねって。え、自分のこと全然だと思ってんの？嘘とか思ってないけど。可愛いと思ってんの？可愛いよ。飲んだ方がいいよ。はい、すいません。飲みます。楽しいわ。出ました。そろそろ出ます。いざ勝負の時ということで、ついに見れるんですかね。どうですかね。あいつが送るとこ見に行くだけでしょ。あいつがその女の子がいなくなるまでずっと手を振る男なのかっていうところを俺は見確かに。ああ、その検証もそう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 。なるほどね。森山惨めだよ。まあそんなね、惨めな思いをし続けた29年間に終章を打つとね、はい、やってますね。いや、いけたら感動するぜ、マジで。ちょっと楽しみだよ、ちょっとね、うん、俺結構期待してんだよ、実は。ほら、そろそろ行きますか。行きますか。レッツゴー。さあ、到着しました。桃太郎です。待機していきましょうか。お疲れ様でした。いいえ。まあ、次なんか俺がちょっと金に困ったら出して、半額。よかった。私がも半額でいいの、その時。やっぱ初っ端だからさ、来てもらってる側じゃん。出さないと。アイスでも取ろう、とりあえず。あ、お酒もってもらっていいですか。まあ飲み足りないんで。あ、飲み足りない。はい。あ、いるらしい。お席の時間らしい。オッケーオッケー。インスタ見てんな、森山。もう女の子も。もう下着の写真出てきちゃったから。やべやべやべ、いた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 。来ました来ました。ハーゲンダッツ食べたい。え、女の子が田中のことを叩いてる。青になりました。それじゃ行きましょうか。肩にテーマじゃん。肩にテーマ。いい感じですよ。コンビニだな。あそこのローソンに入った。え、さっきさ、ハーゲンダッツってしょ。ハーゲンダッツ食べたいって会話にまで持ってきるってことは、うんうん、どこで食べるって話だよね。だからお酒飲む。どこで飲む？家で。え、そう、ここで飲む。あ、そこ、うん、あの俺が行ってる、よく泊まってるところ。泊まるところ。そう、俺そこに泊まる。来ました来ました来ました。結構買ってるぞ。お、結構買ってる。待って待って待って。あ、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 いて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 いいったわ。マジで、うん、あっさりいった。あっさりいったぞ。ということで、田中がついに、ついにかホテルにしました。え、
でもあいつ女の子と2人でホテル行ったことあるぞ。 あるな。まだこれからだね、あいつのチャレンジは。サブチャンで後日談話します。お前らがホテル入るのと感動がレベルしかもミックスだよ。俺らが何回もここ来たよな。何回も来たな。ということでね、長い間田中の童貞卒業企画を追ってくれた視聴者のみんなありがとう。ありがとうございます。そしてお待たせしました。多分ね、多分卒業しました。田中よくやった。よくやった。よくやったよ。よくやったよ。それでは皆さん、また後日談でお会いしましょう。しましょう。あっちょ。わあ、なんか感動的だ。感動的だ。まだちょっと早いかもね、感動するのは。うん。あいつ成長したな。なんかさ。おっしゃーって感じじゃなくて、じんわり感動。じんわり、そう、じんわりなんよね。やったーじゃないもんね。そうなんよね。ちょっと俺、涙ちょっと俺がしたら。いや、マジでマジで本当にすぐ泣くな。